皆さんこんにちは、川端成道です。こちらは一般社団法人未来音楽企画さんのご協力でお届けしております。今回は3月に開催いたしました浜離宮朝日ホールでのコンサートからベートーベン作曲ソナタ第9番クロイツェル、その第3楽章の模様をお届けいたします。それではお聞きください。この楽章は当初別のソナタの最終楽章として作られました。ソナタ第6番のフィナーレとして書かれましたが、6番のソナタでは他の楽章に対しやや規模の大きな作品になってしまったがためにしばらくの間お蔵入りになっていました。後にベートーベンが第9番を作曲するにあたり、このフィナーレに合わせて第1、第2楽章を作りました。つまり終楽章が初めにできており、それに合う形の前の楽章2つが作られたということです。そしてこの楽章はタランテラという舞曲で書かれています。タランテラとは高速の三連音符を用いた舞曲ですが、南イタリアを起源としています。この踊りがなぜタランテラと呼ばれるのか、一つには南イタリアの都市タラントを起源としているということ、その他にはこのタラント地方に伝わる毒蜘蛛伝説、この毒蜘蛛に刺されるとその毒で痙攣を起こし踊り続ける、そのような言い伝えがあるとのことです。その他この蜘蛛の毒が回らないように踊り続けるという説もあるようですが、その真相はよくはわかりません。いずれにしてもそのような驚々しい言い伝えとは全く対照的に、この楽章はとても明るく快活な印象を与えています。その要因様々あろうかと思いますが、一つには胃腸腸で書かれているということではないでしょうか。胃腸腸というのはバイオリンの音が最も華やかに聞こえる調整の一つです。ラの音を主音としていますが、このラの音というのはバイオリンで言うと上から2番目の開放弦にあたります。バイオリニストがステージに登場しまず調弦をしますが、初めに合わせる音、これがラの音です。この音を基準に他の音を合わせていきます。オーケストラにおいてもチューニングの際、初めにオーボエがラの音を出してコンサートマスターがそれに合わせてチューニングを行います。なぜチューニングはラの音なのか、どうしてドではないのか、不思議に思われる方もおられるかもしれません。その理由は、一つにはもちろんこのラの音で合わせるというのが最も容易であるということがあります。その他、ラの音は古代ギリシャの弦楽器では最低音であった、最も低い音であった、それを起源としているという説もあるとのことです。これも
様々な説があるようですが、なぜラの音なのかよく考えてみると不思議な気もしなくもありません。それでは本日はこのあたりで、川端成道でした。次回もお楽しみに。Thank you.